五時五十五分だよ GO!GO!GO! ナジャグランディーバのレッツゴーフライデー、えー、皆さんこんばんはナジャグランディーバでございます、えー、素敵なオープニングで曲でございますね、えー、実は本日がなんと最終回になるわけですけれど最終回にふさわしいオープニング曲でしたね まあ選手と同じやつでしたけど、<laughs> やっぱまあまあ長いんですよこのオープニング曲が。もでオープニングトーク早く聞かせてって言うてるくせに長い。どうすればいいんですか。この二人に聞いてみましょうかね。チキチキジョニーのお二人です。どうもチキチキジョニー石原です。湯上です。お願いします。言うてあげてくださいよ。何よ<を>。バタバタしてはるじゃないですか。はい、いや何。な皆さん。こんまはんま これ言ったら前回と同じこれね。短くしたやつがあったわけやろ。違うバージョンがしかもレコーディングし直して。し直したやつが。今日のために。それがななんかトラブルでかからなかったと。もう存在しないですか。なくなってしまった。あ消えた？ん消えてしまったんですかデータが。あデータ自体もあんねんや。なんかトラブルやんだから。始まる1 0 0くらい前に閉まった。いやいやなんかバタバタ急にバタバタしてししたから。 だからみんなこれ5時55っていうのを忘れとったんやろ。もう,う、ね、いつも通り6時だよやと思ってたんじゃんあの。矢島さん確かにです。<laughs> でも53分ぐらいまでみんながのんびりしたふんにやってたもんね。のんびりしてした、ね。矢んがサムバイですって言って3人が、うん、あそっかって,言って。ああそう 雨なめよう思ってたもんあったか。<laughs> 雨戻してここに座った。寺坂さんだけがしっかりしてたのに、前回のこの恥ずかしいのまた流されるっていう,う、ね。<laughs> でも今回なんもっとほんま恥ずかしかってそれが嫌でっていう寺坂の仕業っていう可能性もある。ああも,もしかしたらお前は仕事でにけど最終回しも何やってもやまみたいな <laughs> そ<う>とこがあるかもしれない。かもしれないですよ。お前はうちら内容知らんから新しいの。新しいは聞けてないですもんね。これ途中でもどっかで聞く聞くことって。 でできるんですって<や>私はこれはもう最終回やからき、はい、かさんまま終わるっていうのもやらないかもしれない <laughs> 新しいです、ね、<laughs> そっちの方がう次のシーズンあるんですかっていうやっぱりリクエストが多くなりそうやんかす、はい、すごいっすわツイッターのフォロワーもたとえさ減ってきてる。はい 昨今ねやっぱりなんか次のシーズンがこのままいくと多分ない可能性が高いわけやんかそう考えたらやっぱこのこのにゴールドフィンガーパート2」はかけずに引っ張るっていうのがいいような気するけどな。じゃあもうシーズン6がもしあったらそこで書くっていう最悪も二度と誰の耳にも入らないくまあ送られるよな。 可能性もある。これはもう仕方のないことですね。仕方ないよ。それ聞きたかったなでも。で私らはこっそり聞いてた。いやアモヤだ。そうやでそうやでそれ。聞こうもだな聞ける。そっか。で曲は同じ曲やってんやろ。あゴールドフィンガーで。ゴールドフィンガーで赤の手をかえ。 変えてちょっと短いバージョンでできてたゆうたナイザさんがちょっと発注してましたもんねちょっと長いわってこの前回のやと,、うん、と長,長かったもん、うん、それをちゃんとそういうのを全部考慮してギュッとしてぎゅっとしてやつが結局かからないっていうね <laughs> すごい慌ててあったもん <laughs> まあ慌てるようなことでもない。いやそうや思います。慌てます。そうや。まあまあまあ慌てます。そうや。ほらでもそれぐらい入れ込んで作ったやつやから。そうですよ。入婚したサチさんにしたかな。そうや。わちょっと。長坂さんがすごい悔しそうですい。やいやでも深くうなずいてるこう。そうや。なんか心なしかちょっとゲストりしてるもん。ね。なんかすごい頑張ったんかなかもしれないですね。いやそうですよ。 多分えだってこれ何テイクでしたっけこれを取るの八八じゃない八ぐらい前回のが七テイク今回は今回新作の方は何テイク取ったんまだ言ったらちょっと人の目あああ一発オッケーすごいそれはだからほんま流したかったですわねまあ仕方がないですファーストテイクでオーケーだったからファーストテイク 生放送ならではですよね。これもね。いやそうやね。ねもうしゃあないしゃあないです。しゃあないわ。ね。でもそれでちょっとこのオープニングトークが前もったからよかったってしてきたのね。しゃべること何にもなかった。あれお前使うあほんまに。いろいろあります。天台だって結局多数決取って、やっぱ女さんがこう考えてきた。いやまあそうや。オリジナルオープニングのがいいわっていうことになりましたから。あるなんか。 でもなないねんけど何かかあったもう言うたら今日もう言うたら今回初めてちゃいます関西地方にも「ゴゴスマ」が流れてからのもう言うたらそっからバンって帰ってきてここ。でうちらは関西ではそのナジャさんを見ることができひんかったのに今週からは皆さんもしかしたらそそううねねをもし見てた人はナジャさんをそこで見てこっからどうやって。 どんな動きで大阪まで来てんのかなみたいな思いながら聞いてくださってる方も、まあ終わってすぐ新幹線乗ってすごいですよ。でも着替えてますよね。そうなんですよ。着替えてどういうこと？だってめっちゃブルー色着てた水色の着てたよ。それを脱いで私服に着替えて、もう私服に着替えて、めっちゃ早い。え、そうかな。え、結構 CBC ってその駅近いんですか、名古屋駅？いやそんな近くない。ちあの。 20分分分ぐらいかなタクシーでええだいぶ20分ぐらいでえっと16時32分に乗んねんはい広島行きっていうやつもう決まってるんすねそれはもうだからこれが一番大急ぎで乗ってこれや乗って一番早いんやほんでここにだから5時15分ぐらいに着くそんなもんや45分ぐらいで新大阪着いてほんでそこかあでもあるわ今日話すことあな何かありましたタクシー 新大阪からこれわかるかなラジオでちょっと頑言うてみてくださいこれだから私の技術や遠く見るからいタクシー乗ったんですよほんないタクシーってあのティッシュペーパーくれるタクシーあるやんかどうぞって言って降りる時にくれはんのかなそやん走り出して落ち着いたらくれるやろわりと私いつも降りるときそうなのそこ広げるとこじゃないでしょほんま くれまあまあ,かあのくれるやつだったわけで運転手さんはちょっとぽっちゃり、はい、ぽっちゃりさん、はい、ねえっ、ー、とまあ走り出しましたん、はい、で「あこれほなあの日,本タク日本タクシー」って言ってしまったけど「はい、日本タクシーです」<laughs> はい、でって,っ,てこれどうぞって言って「これどうぞ」って言ってこう運転手さんが渡してくれんねんけどこれぐらいしか体をねじれへんの<あ>やから言うたら 二度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 うちはもうぽっちゃりやけどもうちょっといけるやん分かんないその人ほんま二度ぐらいしてこうやるわけひねってへんねん私が乗り出してもしんどいなみたいなにこうもらわなあかんのよそれがしんどかったっていう話 じゃあ本マヤでこう入っても、いやいやのにいやのになんでこう逆転したでしょうね。左手で渡しゃまだいやでもやっぱりあの丁寧じゃなくないから、お客様に対してそうこうなるやんなんかそうや、右手で渡すみたいになるからやっぱこう右でそうやね。ただ二度多分二度って二度ぐらいやってと思うわ。 でもあんまりグイーイン後ろ向かれても前前前ってなりますよね。まだだって走りまして聞いた。そうそう<あ>いや走り出しとったよ。出してたんですか、うん。でもちょうどあのグーって信号車が降りてきてあの一回信号があって止まるとあのあそこやった。ああそう。もう大概引っかかるんでさあそこ信号あの高架の下のとこでしょ。そうそうあそこ止まるやろ。はい。これ、はい、ここで MBS までって言って、はい、まあお金あるんでレシートもらおうかな。 その時どうかなと思っとってんやん、はい、でいくらいくらでスーツ貼ろうってレシートくださいって言ったら、はいはい、また二度 <laughs> また二度 <laughs> <laughs> あの二度親父。ヤジ可愛いいじゃないですかいや、まあ、いやでも確かにむずいなそんな体硬い人おるあかんわ私も今っ笑ってましたけど<う>自分で今やってみたら二度ですわ二度かほら。 今私が立つ風が短これだから丸椅子を回さんといやそうやで丸椅子じゃないからね車はいやほんまそれぐらいやでほらもうこんなこれもうだからあのエアコンの吹き出し口直すぐらいのとこまで私が乗り出してわかるそれ固いたり時やったら最低でしたでどっちかができたらえらいですかティッシュは別にいないやそうでもやそこまで助かるよ 私はいつも帰る人犬みたいにね。ほら、使いこまない。いや、だわ。なんやろ、あの二度しか回れへん人。いや、しゃあない。でも、初めてやん。二度、二度、親父は。あ、そうですか。あ、初めてだよ。同じ人に当たることあります。覚えてなく。いや、でも、私。昨日坂からはないかな。テレビ局はなんかわからんけど。前も載せましたっていう。あ、なんか決まってるんじゃ、会社が。ですね。それは多分呼んでく呼んでていくっていうのはあるけど。 ない、新大阪知らんけど、言うてくれへんだけかもしれない。そう覚えられなうてくれな、こっちは覚えてないですよね。たまにラジオ聞いてますって言われたらめちゃくちゃテンション上がるわ。でもそう言う、そう言ってくれた人でも覚えてなくない。そっか。前も言ってあるしな。あんてん。前でも学校の教頭先生、営業先で行った学校の教頭先生がこのラジオ聞いてくれてました。あ、そう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 。 兵庫県の教頭先生、教頭先生がのそ,のその時ちょっと校長先生がいらっしゃらなくて<え>おじさんの教頭先生教頭先生がねすごい優しいなと思ってケーキとかも出してこれあってラジオ聞いてますよあそうん、金曜日聞いてます。型を型をも見ながらマジで小学校の教頭先生。 心配やなその学校いや大丈夫めっちゃいい学校めっちゃいい学校そんな教壇に立つような人がこんなの聞いてたらあかんよそう言った学校仕きらなかったそうやね大丈夫かなと思う毎週聞いてますよって言ってくださってましたあそうあとケーキ出してくれたら優しいっていうのもそれもちょっと安直ちゃうえなんでなんですかほんまにくれないですよこんなんそんなんでフーッとなってたら 心配やわそれもいやそうですほんまっすねあずいわ心配なんかケーキ出してくれたから優しくかだまされるんちゃうかなってすごい心配になったわ今ケーキ出ゃたことシュークリームやったそうそう美味しいな余計やいやいやらしいやいや美味しかったわかるやそうかるけどいやそれでなんか優しいねってなるのは心配 マジですか。そだけどまされやすい。どんだけ優しくされてないやろっていうの思うわ。いやでもそれはされてないな。だからだからすごい幸せや。なんですごい動画求める。されてないな。お前。でもちょっとしたことでめちゃくちゃいや嬉しいって思ってますだから。まあそうやな。な。だけどそれもどっちかやな。 慣れてもって何、はい、そのどんな行為にも当たり前ですみたいになるよりはええかもしれないでも今のやと優しくもしかしたらされてんのに気づいてないと失礼なことしてるかもしれないんでそれは石原さんされてないわいやいやそれはいてないなねえそうでしょ、うん、されてないされてない最近一番その優しくされたなってお前やケーキですねあそのケーキ <laughs>、うん、それ教頭先生やったからじゃないのそれが 社会の先生やったらいやそれでもやっぱり嬉しいの心配やなじゃなんでら意味わかんないぞその心配あそうお弁当とかなんやろでもねこうやってふって優しくされた最近つ優しくされたことって言ったら優しくされたこと優しくされたこと優しくそうですね勝手にこれは優しさかなって思うことあるよ。 今日もそのゴースマ出てて私の方が先にスタジオに入っとってんけど、はいえー、石井さんがとから入ってきたわけ、はい、あのファスナー前のズボンの社会の窓、うんはい、丸開きやってん全開 <laughs> 全開優しさのやってきたわけそれが分かれへんねんけど <laughs>、はい、それ私「空いてるで」って言って、うん、ああってこう上げはったけれども、はい それは私の緊張をほぐすためにわざと社会の窓全開で股間をこっちに向けてこうはい入ってきたのかなって思ったわけ言えへんかったけど <laughs> 優しさかもね優しさちゃうか<や>あれはちゃうかな違うでしょただただおしっこ行って忘れる <laughs> やそうかおしらかな今大人であんまいないですよい<や>今ないやろあの窓全開でってななほんま、うん ビックスあんだけ綺麗いに開いてまくるっていうのをわざとで多分リラックスさせるためかなって思で、スタジオもみんなリモート私だけやからそ,そのわ、はいわゆる専門家はいらっしゃっても,もリ,モ、ね、リモートやからスタジオでなんかガチガチになってんのかなと思って。うん 多分リラックスさせるためにわざとなってそういう勝手な解釈それが優しさかなって思った最近はあでもそうやってそのつもりないこともそうやって取れるのは幸せですねてなって <laughs> でもだいぶほぐれるのはほぐれますよねそんだけ全開にしてくれたるからちょっとアイドリングみたいになるやんとそこで喋って<あ>、はい、そんなこうかく並んでええですよみたいな感じで。 あそかでもそれでそうやなだからそれも本ならやで、はい、いわゆるこう2度しか曲がれへん、はい、その運転手さんも考え方によってあっラさんやっていうので、はい、ちょっと太ってやるし運動不足やからちょっと運動した方がいいんちゃうか思ってちょっとしか こうこっちにティッシュ向けてくれへんかったっていう考え方もあるわ自分太ってるのに自分も太ってるんだけど単に太ってる人と太ってる人の優しさだったんかもしれないもしかしたらこのラジオ聞いてくれたはってなんかオープニングで喋ることなかったらあれやし新大阪の人やったら二度にしてみようかなかもしれないですよほんまやわそれええやんね、それええやん最終回で思いついてしもたな ねえだからこれもし私を載せた人はネタくれとネタをねなんか知らんけどもしたズボン履いてへんとかなんでもええからそうしないでほしいだけやそれ,それ,それそなぜさん以外にってきたらねそうってきたらそういう人職主になっら <laughs> <laughs> なんかそういうのしてほしいな、ね、ほんならここで何でもそれ全部喋ればええねんもんそれ当たりましたかにもないまま最終回にな

するわこの番組では皆さんからのメッセージを募集していますよメールアドレスは、ja「n a j a m b s 1 1 7 9 −ですあなたからのメッセージをお待ちしていますよメッセージをご紹介させていただいた方には「私の直筆似顔絵がデザインされた番組特製ハンケチをお届けします」どんどんメッセージくださいそしてツイッターのアカウントもあります「n a d j a 1 1 7 9です 現在のフォロワーは一万三千七百十七人。お、なんと十九人減りました。まだですか。減っていくな。まあ、まあ、ちょっとちょっとです。ご誤差誤差ぐらいです。やめ、ツイッター自体はやめていかはる方もそれぐらいは。いらっしゃいます、ね。いや、そう、別にそんなフォローいないたら、減ったん別に嫌も減ってんから。ですね。うん。ですね。それなんかあんねんって理由が。そりゃ。んなんでしょうね。何なん。いや、だからもう、はい、おもなくなってきたっていうことちゃう。でもね、水曜まで。 1> は千三百七え千、ー、一番三千七百六十人台だったのに急激に水曜日以降減った。うん、水曜日なんかありました。うんでもないでしょ別に。水曜日以降。今日だって金曜日やろ。はい。あだから減らんといけるわー思ってたらいいなんかここで何人減るかをみんな試すためについたり外したりしてるかもしれないですね。<laughs> あ,あ、なるほどね。そうなんかな。あーどうなんやろう。分かれへんも、ま、ん、あ。こういうのってでなんでかわし、うん、分かれへんもんな。いいですよ。<laughs> じゃ、あ番組に関する。いいですよ。トーンではなかった、ね。番組に関するツイートは、ハッシュタグ、烈豪、ナジャをつけてつぶやいてください。えー、ちょこちょこ紹介させてもらいます。ということでございます。お願いします。はい。 さあメッセージいただいてます、はい、たくさんの中から、うん、いいです、ね。とういますは <laughs> たくさんの中から選んだやつを読ませていただきます <laughs> ええー、ラジオネームズタボロヘアさんからいただいてます <laughs> 奈良県柏市の方です、うん え皆さんこんばんこばは、はい、先週の放送の「ナジャジャジャーナル」の時間はとても面白かったです、うん、車を運転しながらずっと笑ってました、うん、石井アナの地元は僕のお嫁さんの地元でもあり、うん、僕も数年間生活していたところでとても親近感が湧きました、うん、もちろんガソリンスタンドも知っていますし今日も通勤途中でガソリンを入れました、うん、3人がかりでフロントガラスや窓ガラスをそれはそれは丁寧に拭いてくれました立ち寄ったのが「ゴゴスマ」が放送されている時間だったので、うん、耳を澄ませて聞いてみましたそうすると 流れていた音声は午後スマでもなく MBS ラジオでもなく NHK の選抜高校野球の実況でした。また立ち寄ってみたいと思います。今今はそうなんちゃいます？やっぱ選抜が始まったし、今日ね、それは違うってだって実家ってことやろ？はい。だってはりましたよ。もう実家でもう言ったらもうかえどっか手伝いしてて、それでずっと MBS ラジオが流れてて言ってるそうそうそう。子供の時からね。 そうやけどだから実家の人にしたら親御さんにしてみたら録画でじっくり見たんやと思うその「ごごすまは確かテレビはそうやねそう仕事中にそんなながらでミントっていうことちゃうね終わってから9時9時かな9時頃仕事終わってから見てはんのかなお兄さんがやられてるんでしたっけなんかそんな今そう言ってましたねそうやすよ。そうやね今日から始まりましたもんね先発そう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 そそうそそう

の方ですね、うん、え前にナジョさんがラグビーのユニォーム姿で配達の人を出迎えたという話がありましたが、うんはい、逆の体験をしたことを思い出したのでメールしてみました20代の頃ピザの配達のバイトであるお宅に行った時、うん、30代くらいのふくよかな女の人が玄関に出てこられたのですが、うん、上半身がランジェリー姿でした、うん、シャワー後やったのかちょっと色っぽく気だるく対応されました、うん、ただ見た目は石原さんでした。 二回目に行った時も同じくブラだけでした。うん、誘っていたのかはよくわかりませんが、ただただなんでって感じで怪しい人やなと思ったのを覚えています。でもナジャさんの話を聞いて、その石原さんにの人と少し会話しとけばネタとして提供できたのになと思ったのでした。<laughs> ネタとしてて。あいい加減なんだろからじゃなくていいい。いらっしゃるんですねやっぱり。いやオールってなんから言ってたま私の知り合いも酒屋の配達の。 男の子がめっちゃこないですか。だったらこっち全部分かられてるわけでしょ。家とか家ではないですか。どっち？っち何がこ？が私側はあ住人側？そう分かられてるけど誘ってね。そうそ,っちそれがタイプやから。ええー。ピザの人がブラジアで持っていくんちゃう？あ逆。<laughs> 思ってた違うよ違うよああ分かった逆のだから成田さんと逆の対凶したことがありますそうやと思う多分何回か頼んでて可愛いってもう目つけられてたんやと思うその配達の子は胸板厚し胸板厚いねもそうや熱いんやかっこいいでしょそうやと思うなんかたくスポーツマン系のタコもちゃう

月で風寒かうだからその人もだからそのさ配達 <laughs>、はい、胸開いた淳は、はい、ただただ「なんで?」って思ってたわけやろまだあのピュアやったんでしょうねそうだ,なだからその若い時は私の場合は「起床」って思われたからまたちょっと違うやっぱもうな胸板淳ええ子やわそれを見て「起床」って思わなかったっていうのうういやもうすぐ「なんで?」かはもう分かってたんでしょう、ね、なぜさら相手の人はあ誘ってんなって っていうのが。私の場合はね。村井さんは気づいてないから、なんやろう、なんやろう、なんでやろ、うこの質問って思ったんかな。そうやな。でも、そう、良さだから、あとは、だから、それがもしやね。石原さんじゃなくて。例えば、綾瀬はるかやったとしたら。村井田はどうしてたのかっていう。ああ、ほんまですね。まあ、それは、まあ、それぞれタイプあります。あるからね。さ村井田のタイプではなかったってことですよね、私が。 え、うん、<laughs> まあまあそうだ私みたいなタイプがいい人。<laughs> それね、いい人はそれはちょっとその好きになってあ、お互いそうなってたかもしれんいわね、うん。やったらそうなったかもしれない。でもピザ配達して石原さんがランジェ出てきたら。

で色っぽく気だるく対応されました。うん、で二回目に行った時も同じく同じくやからブラだけで二回ともチャレンジ。気だるく。ブラチャレンジで。ブラだけって何したの？エル持ってきてくれた。エル上半身はランジェリーやから下半身は普通ですわ。多分スカートとか普通に履いてあるんちゃいますこれ。変態やんもん。<laughs> いやだやな。<laughs> えー、スカート履いててブラジャー一個なんやろ？みたいですね。だからちょっと、まあ、パンツかもしれないですけど。

ブラだけや、ね。だから、お、おへそとか出てんね。選択肢。し出てますね。うん、ブラ。<れ>変態ちゃん。変態って、まあ、誘ってるんですよね。でも、誘い方も変ですよね。なんか、上だけブラって、めっちゃ変な誘い方じゃない。だから、ほんまに。食べたすぎて、服を着るの忘れてた、うんない。いや、でも、気だるい感じやで。そうやね。色っぽく。気だるめはも完全に誘ってんなと思うんですよ。あれ。 人誘うときにあれ普段いつ切るんすかだってあのふわっとしたやつでもレーシーなやつじゃそれレーシーなやつやったらわかんないあれ普段だってもうもそもそなるからね着られない一回目はそうこのその人それも着てないねもうほんまに最初から二回ともブラジャーはい二回ともブラジャー一丁え二回ともブラジャー一丁一丁ええそうねこんもう忘れてはんのかなどうなんやろな。 誘誘ったってはたんかないや誘ってはると思うよだって気だるい感じで出るってそうじゃなきっとその人はもういつもそうしてて、うん、乗ってきはる人もおったってことじゃないですか,かいやでもそうやと思う、ねうん、そういうことでしょ、うん、きっとそうそうなんか成功した例があるからあ,例があるあってで、ねうん、<laughs> それで誰もう成功できんかったら心ちょっと折れますもん折れるな。 一回目で。でもまあ言うた上上半身ブラジャーのことをどうこう長浜は言えないですよね。<laughs> いやじゃあ私は若いよ気持ち。長浜もお客さん長いも。わでもその人はだから私よりも大体いきなりもうブラジャーなってるから。それはよくないですよね。ちょっと<ー>いやそれは勇気あるんちゃう。うそれかもう上級しててもう段階踏む時期ではなかったってことじゃない。そうやわ上級者やわ。 うそう。<ー>で私ももしそのうどん屋でラグビーでもう,うまいこと言ってたらもう次からはそのゲーザーしちら見せとかゲービデオちら見せやめてもすぐラグビー行くもんそり即ラグビー。やっぱりまたやるとしたらラグビーなんですか。いやそれはまあ心配してるわけじゃないですか。荒ガマじゃなくて相手見て決める。 あ<ー>ラグビー好きそうだなと思らそれとラグビーっぽくあって大体、はい、んかガチムチみたいな人はガチムチみたいなのが好きやったりするからで最近それも結構前やから、うん、今私も好み変わってきてない<あ>ちょっとシュッとした感じのちょっとかかわい可愛らしい感じとかだから岡田健司くんみたいなとかが、はい、あそう岡田健司くんみたいだったらもし岡田健司くんがうどん配達してきてたとしたら。

てのちょっと自信がないそこはもう私は見せられへんも昔ガッサガサやからほんなもう多少は着てうん着てちょっとムチムチ感もやっぱアピールせんとだからサッカーの服とかもちょっとちゃうと思うレスリングみたいなの人はあれねこのちくびだけ隠してるようなやつピチッとした上下のやつまた違うんですか着ててみますかった

いや、どう、す、す、いおんねんな、そういう人はな、でも。ね、いてはるんすね。よかった、お仲間おって。ね<え>。もうん、上半身ランジェリーが上級者。そう,うなな、調教師はいただ、でも、もしその。ランジェリーで出た女の人から、成功例があるとしたらや、ねはい、やっぱり石原さんも。まだチャンスはあるっていうことや。んかでもね。そんな格好、あ、まあ、自分見てないっすわ。来てくれる人の顔。あ。出前とか、配達とか、全部。はい、あ。はあ めっちゃ見るわ。アナヤさん言ってましたね。もう言ったらのぞき穴から見る。ありがとういや結構あれいろんな人おるから見たら楽しいよ。マジっすか？どういう人なんかな。めっちゃ毛長い男の人とか、そのなんか普段普段っていうか何してんねやろみたいな。だから配達をまあ仕事としてやってるけど実は夜はなんかバンドマンなんかなみたいなとか結構。 それいろいろ想像してたら楽しいよそっかちゃんと見な,なーーがら、ね、いろんな人がおるから、うん、ここ人間観察じゃないですけどそう,そういうのお前うもありがとうございましたって言うてほとんど顔も見てなくて私は家であんまり眼鏡してない時あるからぼやっとして見えてない時のが多いですわそれもチャンスを逃してるっていうことになるのかもよ出会いの結局普段もぼんやりしてるんですね<ー>普段がいやそうやと思うわ もうちょっとハンターならならあかんねやと思うハンターな石原さんなんかもう長い付き合いの宅配業者の人おるやんか<ー>しょっちゅううもう石原さんずっと一緒にしもそんなもうもしかして相手が独身やったらほんまにそれもそれすらも分かれへんやんか相手が独身かどうかも、うん、そんなタイプじゃないからなああそうかもその人の顔はしっかり見てんねやしマジでこても分からへんかもしらんけど、うん、あ同じ人やなっていうのは分かってる いつもの人やなって。あ、そう。ちょっと小言言わはる人やなっていうの。あ、口ご言うところね。らしいですだからだからしょっちゅう昨日も入れてたんですけどね不在。あ、な言うとこな。っていう人ね。ああまたこうあこの人やなっていう。このやってそういうのでちょっとくっついたドラマチックするね。そうやな。ちょっと小競り合いしてたけど。いや岩見さんがそういなんでか私とその人くっつけようとするの意味が分からへんねんけど。いやだからその出会い出会いって言ってるんやったらその反対なるんやったらやっぱそこよ。分からへんや。うん。 そっか、言うと働き者の人やんか、十年ぐらいずっとその人やろ若い人めっちゃ怒られたはたで。若い人めっちゃ怒られ。もう一回も全然会えへんから、もう、また行って、行っていや、もう、こかりました。もう、そこへ置いといてください。営業所みたいなところに、私取りに行くんで、もういいですって言って。次の人に行ったら、持って行ってしもてて。で、若い人が追って、そこに。 でえここ持っていくって言うてくれてたんですよねまたあいつは」っつって電話かけて「お前何回その失敗すんなん!」っつってめっちゃ怒られて年下に, <laughs> 年下にでもそれはちょっとムカついたろ医者ゃ、うん、言うて「いえいえもうそんな言わせてださいいつもいつもねあそれは何回も来てくれてねようしてくれてはるんでねそんなん言い方ちょっとあんまりよくないですよ かばいました。ちょっと好きなん。ちゃうそいやいやいや、全然それ聞いてて。そうやな。ちょっと可哀想やなと思って。ええ、全部。私が文句は、文句言うんやったらいいねんけど。その部分で。そう。だから、被害に。なんか嫌じゃないですか。その、すごい若い人に。ちょっとおっちゃんが怒られてるのとか見るの嫌じゃないですか。店とかでも。いや、それは分からんけど、そのおっちゃんがほんまな、ほやったらしゃあないもん。 だいぶやんだっら置いとけって言われて「はい」って言うてるの持っていってしまうやもん宅配ボックス入れといてうちあるからって言っても「いやでもね鍵なくなしたら危ないし」みたいな鍵なくすこともあるでしょみたいな言うてくる時あるんですよでもそれを自分以外の人に怒られてたらいやいや自分以外の人というかもう怒られてもしゃあないけどその若い人の怒り方がちょっと私はちょっとどうかなと思ったからあまりにも偉そうやったのねあまりにもちょっと。 それは今でね、あって。ちょっと友情か愛情か、何かはね、もう。何かしら芽生えてると思うんですよ。そりゃそうやって。違う人来たら、あれ。最近、来へんなとか、思ったりするんです。ほら。思ったかするのかな、いや、ずっと来てんです。あ、そう、来てんや。ほら。めちゃめちゃ真面目やん、それ、休めへん。い休もはれへんな。それ、な、なんか、どっか。入院したんかな、とか。なんか、怪我したんかな、って思うかもしれない。思うかもしれないですね。 その時はつ分ますわ。その時に気づいても遅いね,んね。んでもう <laughs> もう遅いでや。<laughs> もう遅いねんで、ね、それで気づいた時には違うとこで配達してね。うん、またほんで違うその新しい配達先の人と出会って。わかりました。したしもうジャブランジェリーで出ますわ。次。

いや、なんか意外と白がいいって言うらしいよ。白がいいらしいよ。結局そちらアドバイス進んで。なんか結局。いや、そは白が好きっていう。白は。そうなんで結局白。ちゃうの。紫ちゃいます。やっぱり。それでも年代によりません。紫やろう。僕は私ぐらいの年代や。紫。それ、ええ、待って、四十代は紫。紫。 もうでも多分10代20代が白がなんかいいって言われるでピンクももうちょっとピンクはもうないなピンクもピンクをやるんやったらもうその薄いピンクじゃなくて濃いちょっと黒入った黒入ったみたいな黒入ったピンクいやねわ分かるよ濃いピンクやろよあっ黒じゃなくて濃いピンク。

悪魔が来たみたいに見えたら嫌やから、紫。紫。紫のほがなんか驚々しいけど。なんかね、まじですか、妖艶じゃないですか。いや、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 そっ切る人にいや、そうやな。じゃさ、えっと、あの、おじ、お坊さんが座る座布団みたいな。あの、紫な。はい、あの、交渉の。色は、それ、色は、色。お坊さんが座るぜ、座布団の色の。ほんで、ええそれで、あの、なんか、乳首の先に、ふ、フリンジみたいなんでけど、座布団。 ザブもうついてるよ。それ <laughs> もうザブトンやそれは <laughs> それはもうザブトンフリンジチョトンは流行りアイテムやでザブトンつけたらもうザブトン <laughs> ねえなんかバーレスク東京みたいやん <laughs>、えー、どうぞ上座ってくださいムーランルージとかみたいやん <laughs> ムーランルージではないわ <laughs>

ね、すごいな十年十、ね、年同じ人がいたつってあんまないような気するわねえそうやね一緒一緒ずっと一緒その人以外はその業者さんはその人やんやろその人以外知らんわほんまに <laughs> 同じ人ずっと <laughs> あそうそんだけみんなが優しいよな,な優しい街なんやな、ね、優しい街です東大阪 <laughs> 東大阪 <laughs> はい優しいそうか,だか優しい人に出会えたらええのな ねほんまに <laughs> 紫の鶏買いに行いますわ。センバセンタービルに買いに行って。そうやな、紫な、ね。とりあえず買いますわ。うん、こうで見て、はい、ほんな頑張ります、ね、ーーでもそのほんまにそれで宅急便受け取りとか出前受け取り出るのはほんまやめた方がええよ。いや今すえいうたじゃないですか、ね。いやいやなんかニュースになりそうな気がする <laughs> <laughs>、うん。なんかやめた方がいいよほんま捕まったら,ら買うのはいいけど。うん 違う店舗もしだからうポロッとあっていう風にしたらもし打たれたら<ー><し>終わりなんですねこの職業いやだから危ないからこの職業どころか,かおちょこちょいなんだっていう風にしてあそうですねそうですパンツィーを片っぽだけこう引っ掛けといて脱いでる途中やったみたいなのであ引っかかったまま 受け取っちゃったみたいないやそれもやばいやそ,、ね、その演技うまいな, <laughs> なやってるな <laughs> や,やってるな <laughs> ち<っ>と, <laughs> <laughs> ということで本日は最終回になってしまいますけれど、はい、皆さん、えー、本日も最後までお付き合いくださいねニュースのまとめナジャジャジャナル、えー、このコーナーは最近いろいろあった話題の中から私ナジャが気になったニュースをピックアップして紹介するコーナーですそしてここからは の田んぼの稲刈りは家族総動員という鉄の掟があるため新婚時代旦那さんも泣く泣く稲刈り休暇を取って という西村麻子アナウンサーが入ってくださいますよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますなんでそうなんです知ってるんですかわからんのよどこの実家は実家の京都なんですよ京都の京北町に田んぼがありましてねだから四月末から五月ぐらいになったら上司もちょっと聞いてくれるんですお前ちょっと田植え休暇そろそろ欲しいんじゃないのか聞いてくれはんで田植え休暇もあるし稲刈り休暇もあるの勝手に有休を自分でそう名付けてるだけ なんですけど父親からこの日だからっていう指定があって入っててその日は休みを取る。旦那様でもね。そうなんですよ。偉い京都で実家の隣に住んでるんですよ。あ、え今お家がですか？ああ、京北から通ってはるんですか。京北じゃ京北はあのもうちょっとあの田んぼがあるんですけど家は市内にああだから。 トラックで一時間ぐらいかけて、結構結構タオイですよ。言ったらね、白い力。いやで子供のちょっとこう夜のまあ晩ご飯食べさせておいてくれるとか、いろいろ両親お世話になっているので、まあそういうこうオーダーがあったときははいってって言わないといけ持ちつ持たれつなんですね。あそうなんの。タオイとかしたことあります？ある。え学校の授業でやれへんかった？ あ、そう、軽く体験みたいな。それしかないよ。うち米屋やったけど、実家は。そうなんですか。でも、あれ、あれ、多分、あれ、仕事としてやるとしたら。真ん中のところは、まあ、機械で田植え機があるので、できるんですけど。その田植え機が入らないところは、全部植えなんですよ。あ、そうなん。で、その田植えの前に、白掻きって言って、こう、ちょっと田んぼ柔らかくする作業があったりとか、あと。 農薬を使っていないので、うん、夏場雑草を抜かなきゃいけないんですね。わあ。ーで、その。稲と稲の隙間に入らなきゃいけないから。私が細身なので、うん、お前が行けと言われて。<laughs> お前一番。稲と稲の間に入って。 脱そう塗って脱くの汗だくです。虫いっぱいおるやん。虫もいるし、稲がこう目に入ったりとかするから怖いんですよ。手も切れますし。切れるやんね。手袋もしてあかんのそういうの。手袋しますよ。しますけど、ちょっとこう手袋とつな作業着の間の部分、この辺手首のあたりがね一番切れたりそうです。あれなんかいつも聞いてみるわ謎が解けそう。 田植えの時ってさあのカブとエビみたいなのがおるやんああいます田んぼにおたお玉じゃくしとかもおるやお玉じゃくしもいますなんかお玉じゃくしはわかんねんカエルが来て卵を産むからカブとエビさんはどこから来てるんですかかわいな夏やつに子供相談です生きてるカブトエビさんどこから来てるのかなっていつも思ってた答えれますいや 想像でいいですか？いやあれは土の中で過ごしてるんじゃないですか？あ冬場冬場に出ないとどのえで白化粧とかで水がぐじゃぐじゃと混ざってきてあ浮かすのそろそろ浮かすのうんそうじゃないかなえでもほんからえちょっとリスナーの皆さん助けてくださいいやだって不思議やねんあれ空から降ってきてんの雨面もいませんあの 言うたらその水っていうのは用水路からバって引っ張ってきてジャあするからそこにカブトウエビ折るかなって思ったら折れへんね絶対あんなとこには。でリスナーさんでご存知の方がいらっしゃったらぜひ答えを教えてください。い 害虫食べてくれたりすんのかなって思ったから。農家の人がその、そこに話すのかなって思ったりもしてたのよ。でもほら、カモとかもなんかそうしたりする。でもそうでもないの。カブトエビって、虫すかな、結局なんすか。あれは、卵なんすかね、なんなんやろう。卵。卵。卵が。卵は卵です。ほんやっぱその、生きてる間のカブトエビが。 産みつけるんですかね土の中に。いや僕はな,なんかその土で一年かなんかまた次の田植えの時期まで卵でおんの。じゃあな。えタマゴ何やんだろう。<laughs> 何やういや違うんで死んでいくんちゃう、はい、誰も答え知らないわかれへんもんな <laughs> ん飛ぶんすかね飛ぶんやったら解決じゃないですか飛べへんと飛ばへんか,かんあれアメンボ飛ぶんでしょう、うん、だからあのああら田んぼでの相性今ね調べたやつがしてくれてあるんですけどカブトエビの田んぼでの相性が田んぼの 草取り名人草取ってくれるの草を食べるからああ冬越しは卵でしてるみたいですよ正解ですよやっぱりそうだからやっぱそうだな卵で下の方にで草取る時期になったら出てきてくれるんですわめっちゃ便利いいですねうまいことできてる去年うちの息子が田んぼでお玉じゃくしを捕まえて 家に帰ってカエルさんになったらまた田んぼに帰そうと思ったんですよ。持って帰ってちょっとこうまあ一生懸命水槽でね飼ってたんですけど暮ららせになないんです夏すぎて春すぎてずっとおたまジャクシえっ冬もずっとおたまジャクシで今もおたまジャクシですよ。えあれ 普通すぐちょっとだったら手が出るんでしょ先足出て手も出てないんですよずっとおまじゃくしのままずっとおまじゃくしこれはいつになったらカエルになるんやとそういう動物なんかもしれないねそういう生き物多分ね餌のやり方とかがマスかったんだと思うんですよね なまでカエルにならへんことってあるんですかね。生きてるんやから、そのまま。そう。でも、一匹だけ。いや、何匹かな。何匹かカエルになって、田んぼに返したんです。乗ったやつおるんや。そうなんですよ。でも、ならなかったおたまじゃくしがいてて。で、今年こそと思ってるんですけど。まだおたまじゃくし。ずっと生きてんのもすごい。そう、それすごい。冬もね。おたまじゃくしで。ええ。ええ。ベイビーみたいな話ですか。そう、永遠の子供。 ね。あ、おたまそのおたまジャクシ自体大きくなっていたの？なってないんですよ。めっちゃだってた怖いですもんね。そのまますごいキライそう、その返そう。生臭返そう返そうもう返そう。この子嫌だ。やだ。うちの犬ぐらいの玉ジャクシやったらめっちゃ気持ち悪い。そうですね。大きさはそのままなんですけど。ずっとお玉ジャクシの。でももしかしたらどちらいつもじーっと見てるわけじゃないじゃないですか。もともと何割かは。あ。 なならないああでもそうなんかもしれへんな、うん、全部なると勝手に思ってるだけで、ね、自然界でも可能性としてそのままのがいるかもしれないってことですねだいぶカエルの姿に慣れてるやつはだいぶ選ばれしいものってこと、うん、で多分もう田んぼ親から干からびたりとかして、うん、だから本来はそのままもう寿命をカエルにならないまま死んじゃうのが救われて、うん、たまたまこの水槽を死からってこと。まあ それ悲しいななんか悲しいですねでもまあマンボウとかも卵一億個産んでもそのうち大人になるの一匹とかいますもんね,ね,ねまあそうやなそっ、うん、か一億それはでも食べられてるから、ねね、だって食べられてないのにお玉じゃくしのままって、ね、でもそれは本人が決めれんのかもよ <laughs> あ <laughs> そっかうん。 お隣なんかなりたくない。やだやだ。俺、じゃ、そうやわ。うちの男弱者おるタイプやわ。で、こういう職業、こういう職業の人間ってそうや。私は、多分、おたまのまま降り。ですね。はい。おたまさん。飛び跳ねるのがまずしんどい。いや、もう。帰るに言われたらね、進むのに飛ばない。飛ばなあから。大きい声でずっと言うとか、なんか。あ、それもね。お前、行かなあかんねや。や、や。 それももういでやな。黙っとったら。だから、おたまじゃくしのなんか可愛いですもんね。ああ、そうだね。ちゃんのね、雰囲気がありますもんね。泳ぎ方も。形も可愛いし。そうやば。意思で決めてんね、自分の。な、もう、なりたいって言ったやつが、あいつら帰るになって。そう、実行補正や。その、水槽がものすごい。 居心地がいいんじゃない？あ、このままでおたまじゃくしのままでいたいと思わせるようななんか過保護っていうかご飯を勝手にくれるしじだ増長してねききこもりなやここにっていうことちゃ快適な環境そうかもしれないおたまじゃくしきこもりなんかマイナスイオンのなんか使ったりとかしてあります？えなんかあのそういう説が今ね調べてくれはってマイナスイオンを豊富に浴びると老化しないので

そう、人間だって、生まれたと同時に、廊下に向かってるっていう説もありますからね。そや、まあ、まあ、そうよ、それはそうよ。これやったらいつまでも、おたまじゃくし、追ってる方が勝ち組。でも、不老不死の可能性あるやん、それ。おたまじゃくし。だ、そのおたまじゃくしを、かわせやけど、乾かして煎じて飲んだら。

ただちょっともしかしたらですけど「ハッシュタグ劣豪なざ」でねつぶやいてくださってるンのパパさんが「水槽で飼われてるオタマジャクシはカエルにはなりません」「カエルになる必要がないからです」とか「カホや」「そうや」「並んでも餌もらえるし働く必要」って言っだっていだからちょっとすごいですね生物だからアメリカザリガニの写真をちょっと。 水槽の周りに張って、あ、そう危ないんだって、いいっ,っていう<あ>なんかぬぬくいぬるま湯みたいな生活してるから、厳しくしたら、厳しくせな感じ、ね、ね、自然界の厳しさを教えないといけなかったんです、ねうん、めっちゃおもろいですね。

そうやな免疫つけへんかって弱い子になっちゃう難しいですねでもすごいな危機感なかったらもうびっくりそうなんですかカエルに私はでもちょっとその不老不死不老不死が一枚と思うわちょっと今それあのいいなって思ってます不老不死の煎じて飲む煎じて飲む煎じて飲むかな思っますよこれ聞こえたらもう今

ドレは楽譜みたいに見えるかも、ね、<laughs> あ、うめるへ。<laughs> <laughs> 何の歌かなってい。そうだそうだ。カエ,ね、カエルの歌。カエルの歌。怖い怖い <laughs> 怖い怖い。どうでもいいわみたわかる。それか西村さんがだんだん <laughs>、はい。 変えるみたいなもう誰も怖アって言われるんかすごいももの筋肉が張ったて言てそれも嬉しいかも早く走れそうかも。

次のシーズンで私がちょっと変わってたらそうだよね怖いて聞かれへんわ水かきできててこんにちはーってでもだってオリンピックの水泳選手とかここが水かきできなそっはだからそういうことじゃん

親の子は金メダリストです水泳でってこっそり入れたんかもしれんベランダに干してますかねなめめこ汁にももそのまま入れて、うん、あもう,うやめよ <laughs>

フォロワーもどんどん減っていってるからちょっと言葉を選んでるんです。ちょっとそうかちょっと今うう言葉っていうか喋る内容を。今日はおたまじゃくしをどうやって演じてる。<笑><笑><笑>大人にならへんフロ <laughs> 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 ー失くすよ。失っちゃうから。でもすげえめっちゃ早いってな。でももうあれですやん。 もうおお子さんんいくつなんですか、うん、今上が中二で下が小五これはもう今からずっと書いてもう自由研究になりますやん、うん、写真を毎日撮るだけで、うん、本当ですね、うん、奇跡のおたま弱視っていってななぜならないのかをいろいろ調べてすごいねそれでもし10年ぐらい生きたらなんかいやそうななんですよ、ね、か分かんなけど何やろうなんか賞もらえるんちゃうかな、うん でもその頃にはもう私がセンチって飲んでるかもしれない。<laughs> いやそうやわかんない。わかえでもどうなんそこでおたまジャクシでオスとメスあんの？あどうか。その,のおたまジャクシ同士でもうこう交尾して増えていくっていうのとかおたまがもうおたまでいやでも無理なっちゃいます。それは無理なんかなやっぱどの 時点で男と女の子できる。多分カエルになってからじゃないですか。イメージそうやね。おたまじゃくしの時はなんかオスメスないような気がする。ないんかな。これ知らん。神秘の動物やなおたまじゃくしって。めっちゃ身近にあったのに知らんことばっかりですね。普通に。しかも卵？卵はいや卵ですね。いや卵じゃないですか。あのカエル卵あれみたいなやつね。 絶対オタマジャクシがあの卵を産むのは絶対無理ですよね無理やなあそうかメスもしオスメスあったとしてもそのメスのオタマジャクシがあの卵を産むカエルってすげえなびっくりするぐらいの高いところに卵はあったりしませんカエルの卵って木の上とかにあれは木に登って産んでるそうですそうです ちょうどそう田んぼにかかる木の上ですよね落ちたら田んぼっていうところの木の枝ですよ脚力すげえなぁえ飛んでんのあれいや飛んでんじゃないですか登ってんじゃいやこうやって寝てんじゃそりゃそうやろそんないジャンプ力ないで飛んでるもんあのよう柳のところって飛んでるイメージがあるイラストでね飛んでますよね帰りは飛びますよねきっとね帰りは帰りは落ちるんじゃ 水やし。下水や。うん<下>うんうん。すっごいかえる。みんなよを考えて、いろいろ生活してんねんな。ね、<て>誰にも教えられてる。う多分。あれ。考えて生きなあかんねや、私らも。ね。いろいろと。そう、はい、そうです、ね。はい ちょっとオタマジャクシ来年こうてみようかな。だから死ぬって言えな <laughs> いやか,か,か<笑><笑>すぐ逃げるか。<笑><笑>すぐすぐ死ぬ。ほんまに飼うとオオロで一匹こうてみてくださいよ。どうなるかそ。その子がでもずっとオタマジャクシのままやったらあ気に入ってんねやてっ,ってめっちゃ愛着わきますよ。名前つけてんの家のおタマジャクシそれ。結構多いので数が。名分,分けもつかないし名前はつけてないみたいです。 なんてつけます一匹買うとしたらそうや、うん、名前をなんかかわいい名前つけたいないい、えー、お風呂に泳いでる一匹お風呂大きいのに一匹おるからそう,そうやな

日本コカ・コーラは4月中旬から自動販売機を使った飲料のサブスクリプション定額課金サービスを始めると発表しましたスマホアプリで登録すれば月額2700円で自販機から飲料を毎日1本選んで受け取れるもので新型コロナの流行で自販機経由の売り上げは落ち込んでいて定額サービスで巻き返しを図りたいとしています。というニュースです販 どうえピッてやるってことですか？もう会員ですみたいな契約でそのスマホで登録しておくんですでそのスマホをかざすとざは一、はい、日一本はドリンクがもらえる買えるということ一日一本なんですね。はい、ここやな問題は<え>そうなんですよめっちゃいい考えだなと思ってますけど。一ヶ月何本って言ってくれても一日に五本とか<ー>でその次の週はもうの家から出えへんしっていうので。 で月なんぼっていうのにしてほしいな。私も思いました。だからもう月三十日とか三十本、うんうん、これ三十本に三十本までならいいよという方。今日は二本。で昨日あ多分あの缶を忘れたって言って今日二本もできないでしょこのやったってったら。そ,、ねそね、の辺は、ね、そ,うそっか。でも多分コカコーラとしては、はい、まあ友達とまあちょ。

YouTube は違うね課金してないからそうですよねあれはサブスクって言われてその3つやわんかにも家とか車とか美容院とかネイルとかいろいろあ言る人はそういう美容系はないですもう一回一回行って今日はなんぼみたいな私もそうやなまだサブスク文化に慣れてないですわなんか手抜かれそうな勝手なイメージ あだから美容師だと例えば何回行ってもいいんやろ、はい、また来たでっていういやそうなんんか手1万円かなんか知らんけどなんかわからんけどやっつけ仕事されそうな気がしてんねん<ー>そういう美容系とか例えばマッサージとかでもそんな気すんねんなそんなことはないと思いますけどさすがに毎日はちょっと行く勇気がないですよね美容院とか まあ、行ってもいいでけど、でも、それでも行ってもね、上限あるんじゃないですか。なんか、あるんですか。あるんやとでも、少なくないや、それだから一緒や、そんな月が。ああ、そうか。こんな元とろうぶ。何人もやってないの、西村さん。私、あの、ちょうど去年のコロナがステイホームの期間中にネットフリックスに入りたかったんですよ。で。ネットフリックス入りたいって夫に言ったんですけど、夫が。 ちょっとよく言えば節約悪く言えばケチなんですねあかんって言ってそういやでも「愛の不時着」とか「イテオンクラス」みたいねんって言って当時880円だったんで月額なんとかちょっと私これちゃんと払いますんでって言ってじゃあ3か月だけとか言われて3か月入ってやっぱり後で解約 変な夫でもよくついてますよ。今ちょっとね一ヶ月上がりました上がってもだってそういう村さんが払うのやろ。ね、そう払いました。何が嫌なんやろ。いやなんかこうトークしたいんかな嫁と。そこかられでのか。いやその時理由はなんでっていうとこのちっちゃなものでも積み重なると結構多くなると。いやまあでも計算して別れもかける十人やから。そうでも八百八十円かける十人。 それを毎年やっていくのかとそれ結構な額になっていくぞだから三ヶ月ごとに見ていれば続ける見てなかったらやめるでやっていいですかって言ったわけじゃん最初塾を習うときにお母さんが言うやつだでもいかんよやったら私もやってるんですよその系のサブスクのもうみ見るやつね Hulu なんですけど h u l u 一年ぐらいかも見てないけどずっとお金払ってますわ 絶対ない。いやでもジムとかやっとそんな人いっぱいあるやん。それでジムなんか持ってるっていうのね。あ、あそうなんですか。スポーツジムみたいなと。会員で幽霊会員でってことですか。だから私が西村さんとこの旦那さんの嫁やったらもう解約した方がややらさん方がいいタイプな。でも西村さんはもう言うたら見張るからちゃんと。きっちり三三ヶ月間はもうしっかり見て。逆にそうかもうそこでしっかり見ようってなるから。寝不足になりながら見て。 それだったらゆっくり見たほうがいいやん。そうですね。いつでも見れるのが全部見やもんな。もんまあでも私はだから、はい、一番最初ネットフリックス入ってね、はい、い,ろいろ見るやん。なんか関連みたいなんであこんなドラマあんねやとかってあるやんか。んはい、かそれはネットフリックスにななかったりするのよ。<ー>この子がこの役者が出てるやつ、えー、いいなって言って本ならそれは。

いやそうやで。ねもうただみたいな感じでやってるからもんなんか別に値上げします値上がりしますって言われてもあそうですかみたいなで更新しますかっていうのも教えてくれへんなんか勝手にもうずっと更新されていくやろかいはい支払われましたよってメールは来るんですよ今月分いただきましたみたいなあそこそこみななってその時は思うんですけどまた散歩歩いたも忘れてんす。ですよなるほどちょっと注意しないといけないポイントですねなるほどね かだからこれもコカ・コーラも最初やったらめっちゃ毎日ちゃんと買うやろうけどど、うんどんどんどんれてきそうにはなります <laughs> いやでもそうやなこれでも全国34万台かちゃんとミートとかんとあかんし自分のとこの家の向かいあるからやろうって言っても対応してるかどうかも,うかも5月末までは月額1350円でこれはやったらいいと思うこれは1350円ですこれはだいぶお得っすよねはい 毎日一本買えて1,350円。どれが入ってんのよ。コカコーラ製品ちゃのす？全部どれでも。どれでもいどれでもいと思います。コカコーラのその自販機の中であれば、お茶でもいいし、ダイエットコーラでもいいし、コーーラでもいいしコヒーでもいいし。コカコーラいっぱいやっぱ製品強いですよこれ5月まではお試しいいですやんこれ。 でもその自動販売機を探さなあかんねやろこれに2回はコカ・コーラやから全国34万台ありますからね結構多いですよねあそう長いのも確かにやれへんけ私はやれへんとかやらないですかやれへんと1日1本っていうのがでも500円ですよ500円5日間買うたらもう持ってったらいい 1階とかさ家の前とかあればいいけどあでも確かにないもうこれ2 0 0ル離れとったらいけへんと思う私ああ絶対各テレビ局だテレビ局にあったらうん。それこそ行けてたらまあ結構コンビニでも買えるようになったらああでもそうかそれやってくれたらああホンマやなちょっとねそうですね まあやりたい人はやるやろし、そうですね。そのままや。千鳥さんなラーメンのネタと一緒です。やるわやるし、やるわやら。決まってるときは決まっでもなんかちょっとおしゃれな子がやってたらこのかっこえみたいな流れができるでしょうね。できる。いやコカコーラサブスクやねんって。コカコーラの。またこういうインフルエンサーみたいな子がやってたらちょっと。超うまいですからね。そう。なんかかっこえってなるじゃないですかきっと。 いやまあやる人はやったら違いますか。さということでナジアジャジャーナルのコーナーでした西村アナウンサーはここまでですどうもありがとうございましたありがとうございましたさあメッセージ頂いてますありがとうございますえこちらラジオネームひろみつばちさんが頂いてます富山市の方ですえナジアさんマリさん由美子さんこんばんは大阪ではね。 大阪では両親とそして富山に嫁いでからは一人でも毎週ほんまに楽しく聞いていますお三方のいつまで続くかわからない日常の話とお人柄が大好きです <laughs> 私以上に父が、うん、らしいです皆さんが互いに「あんたのここええよな」と思うところはどこですか <laughs> 面と向かって褒めてみてください <laughs>、えー、これ嫌ですよ <laughs> 面と向かって,って褒めるもんは僕のここでいいと2人のいいとこ言えばいいわけはい、お互いですね全然あるよえ もうまずどっちも二人とももうチャーミング。何者さんの方がチャーミングですよ。いやいやいや。私じゃ長いどうやろな。い正直に言ったらそうやな。岩見さんはやべ頭脳プレイなんですよ。一番頭脳プレイだと思う。私はでも何者さんが長いで一番頭脳プレイ。いやそうなんだ。私一番好きにやってるから頭脳プレイで。 で、石原さんは、ちょっとアクセントで。あの、スパイス。スパイス。スパイス、スパイス、スパイス、ガールズ。スパイス、ガールズ。喜んでる、わ喜んでる、はい。とりあえず、おしゃれそうな。ベッカムの嫁。いや、ベッカムの嫁。あと、一人しかわかんないですよ。後から、ジンジン。あそうだな、それ、スパイス、ガールズ。そう、なイメージ。 ね、いいとこかどうか、分かれへん。いや、でも、ありがとそう、ありがたいですよ。いや、私はなじゃさんは。誰とでも。割と優しく接するとこ。で、あの気使わんさへん。だって、こうやって褒めようとしても、あの、腰の絵描いて。全然聞いてない。でも、それ何にも、なんていうか、気使わさへん。ところが。いや、そうですよ、ほんまに、それは。なんやかんやと、好きにやってるって言いながらも。 人に対するやっぱ気配りがすごいです何この感じせねえけらしあえって言われたらそっちの方が気いらすっすねけらすのがもうあかん時代になってきてるからもうこれ慣れなあかんよでもいやでも何がおもろいですかそんな褒め合うラジオだから嘘で褒めたらやもん嘘やでって言って逆逆や思って聞いてるなって えって言われたらそういうことやっていやいや今のは違うけどそうするしかないっても可愛いな石原由美子はっていうえありがとうみたいなあべの言うても全部逆逆そうスーパーモデルやなっていうまた痩せはったんちゃう さあこちらいただいてますよ。はい、ラジオネームアリゾーナー田中さんからいただいてます。うん、<laughs> ええー、こから読むかな。まあ、うん、ナデさん、ヨアイオンさん、石原さん、こんばんは。この番組のパクリ疑惑が疑われていた某在京ええ防災局局の番組が三月で終了するそうです。<え>あ、同じ名前のね。そう<ー>ですね。そのパク、うん、パクリとかじゃないと思うんですけど、やっぱり最後は本物が残るんですねと言いつつ、この番組も三月で終わったりしないですよね。M.V.S. さ、うん M にはそろそろ年中週一に掲げしてほしいものです。うんうん 終わんねんやレッツゴーフライデーレッツゴーフライデーの小さい2の入ってる方ねこれはねもう終わるっていうか違うと思うパワーアップして名前も変えんねんやと思うなあそうですよねそっちもそうかか。気づかんとやってしもて同じ名前やったなほら見てこんのもうおしゃれしゃれすぎるやん安藤さんがちょっと言ったらものすごいあのれがすごいですねこれ履いたポーズでちょっと流行ったやつですよね歯が痛い系あこれ顎大きい顎に こぶしを言ていやさそういうの詳しいなよを知ってある流行り敏感やわ。あ米米の方で一一度ね。終わんまに終わんの？一応最終回は迎えい張ったんじゃますだから。来週ってことですか？来週そうか。ツイッターのフォロワー何人なんこの番組は？本間や。これはいえっと何人ですか？あなんかな明日早い。お六百十五？ 六百十五。そら終わるわそんなもんいやでもまだほら一年目ですからね言ったらそうやな一年目ででも終わってしもってんやろもうそうです終わるんですよいや多分だからもう嫌になったんじゃうレッツゴーフライデーって何乗るのがもうなんかどういう名乗り方してはったんでしょうね違う番組にあの名前が変わるんですね発音よく言ってはったのかなそりゃそうやろレッツゴーフライデーどっ安藤さん どうなんやろう。劣、ね、え、なんとかなんとか、アン、アンディーズ劣後フライデーみたいなやつちゃってちゃう。んそっか。かっこいいですね。ねそりゃ、サイズもそんなもん。そっか。終わんねやろ、だから。はい。終わるらしいです。 これっこっちはどうでしょうかね。どう言うたらいい。どう言うたらいいや。しかもね、最初さ、赤、赤で囲ってるとか、最後は本物が残るみたいな。いや、こたちは。じわってよ。元祖は、元祖はこっちやから言って。まあ、そうですね。ね号ご。ねフライデーが。そう。たまたま曜日が一緒やったから。あ、そうやな。ね。フライデー。で時間もかぶってんちゃうかな。ちょっと。ほんま。そうなの。 しかも、ちょっと被ってるんですよ。うん、まあ、しゃあないよな、ね、終わると新しいのが始まるしね。ね、そうですね、実際なんか、ううほんで、ね。まあう、そうやまあでも、メッセージ来ててよかったわけ、はい。以上ですね。はい、すねえー、皆様メッセージありがとうございました。ま,まだまだ続きます。ナジャの深夜食堂。いつか深夜食堂を始めたいというナジャグランディーバが、誰でも作れる簡単なレシピを募集し。それを試食、将来オープンする食堂のメニューに採用させていただくか、判定するコーナーです。 ということで、いつも美味しいメニューをね。そうですね。ご応募いただいております。先週の覚えてる。全然覚えて忘れてんね。ええ、誰だっけ。見てあかんで。はい。ええ、みたらしみたいなは、先生。リンゴの。それだすよ。それがみたらしが、先生。あれ、リンゴがみたらしでした。先週不合格やったんだったっけ、ほんで。はい。そうでした。えっと。はんぺんちゃうな、ほんならはんぺん。違う、はんぺんじゃない。あのね。

めちゃくちゃ美味しいクリームチーズ系やったらめちゃくちゃいしかったんいやあ、関東も別がいいと思う<当>、うん、今日に期待するわじゃあ今日リベンジですねさあ15回目やって、はいえー、今夜のメニューはこちらですツイッターアカウント名ガレージライドさんから投稿いただきました油揚げのネギ味噌焼きですほう さあ2回目ですねガレージライドさんありがとうございますまず材料です材料は油揚げとろけるチーズ味噌そねえー、作り方は、えー、味噌小さじ1とネギを混ぜます、うんえー、油揚げを四つ切りにしてあの先ほどのね、えー、味噌小さじ1とネギを混ぜたものをとろ、うん、と,とろけるチーズをちぎってその油揚げの中に入れます。 それをフライパンでパリパリになるまで焼いて完成美味しそうということでございますうんまあ美味しそうやそうねう。パリパリっていうのがもう美味しそうやあ、いい香りお前なんか油揚げ餃子みたいな感じで餃子の皮みたいなえ？中にこう包まれてるんちゃうちょっと思ったの違かったなええ分かさあ見た感じだとパリパリ感がなくないあ、消毒して いや,うい,ういやでもこのちょっと焦げ目とかついててこれがこのパリッとしてるのかなじゃあょ、ね、ちょっとこういやでも香りもちゃめち良くないですかちょっといただきましょ、ね、うねじゃあいただきますうんうん、うん、あおいしいえー、あ味噌多いわああ味噌 <laughs> いや味噌が多いんかなこれ塩辛ら <laughs> 塩辛い。いや、塩辛いよ。い,いや、でも、うまいですけどね、美味しい,い、えー。マジかよ。いや、塩辛い。あ、ちょっと辛い。疲れてるんですかね。か味噌も、味噌を手で取って食べてるみたいわ。<laughs> そんなに味噌が。味噌が。<laughs> ちょっと少なめで、じゃ、味噌がもうちょっと。味噌が多いだけが問題ですか。ほんなこれ、ちょっと。美味しいのは美味しいですか。どうですか。分からへんけど、あと、チーズ入ってる。 チーズがなんか死んでしもってる気がするのが入ってたとしてもあれチーズそもやチーズ殺されてます、うん、とろけるチーズが入ってるんですよね、うん、あ確かに味噌はちょっと多いかもしれないですねうん。うん、うんうん、あっほんまっすねでも味噌味噌がもうちょっと減ればいけるってことですね、うん、えっ何これええあこれネギかコリコ歯触りがあるのがこれネギやな ってことやろ？何しがも入れた？わかります。何かりタクワみたいな入ってるの。しがも入れた？どうですか？食べれる食べれるでしょう。まずい。いや違うだけ乗ったかね。わかった。なんか入ってると思ったもん。どうぞ。これ鳴り付け入れたやろ。正解です。 でも一口目ではわか一個分かんなかった。いや一個分からへんかったな。なんか二個目にあのコリ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 したハザワリみたいなのがあって一回、はい、目なかったんだ。いや全体的に全部に入れてんの？これ、はい、ってるんさんにはちょっとね<れ>、はい。あのガレージライドさんがそう指摘してきた、はい、リベンジ。奈良瀬リベンジです。はい。ええー、すみません材料ははい。はいうん 油揚げとろけるチーズ味噌ネギそして奈良漬け奈良漬けをみじん切りも小さくみじん切りにして味噌とネギと混ぜたものが入っておりますみじん切り下手なここのスタッフ私もねちょっとね大きい大きいってあのねただでもこれ範囲は絶対味噌がちょっと強すぎだからこれなだって多分あのんていう「半か超か」っていうあの 時代劇に出てくるサイコロぐらいの大きさがあるからあ,あ,あるね。もっとさみじなな切れる。ハか <laughs> のサイコロぐらいや。でちょっとなんかわから言い訳か知らんけど、はい、あの味油揚げをこう開いて味噌を詰める作業が思ったより手間がかかりました。手間でしたね。A D よりって書いてる。<laughs> あ、そっか。うん。ガレージアイドさんから。からこっちの手間がかかってしまったからみじん切りはやっつけ仕事になったっていうことじゃん。<laughs> <laughs> みじん切りのはさっきのやつやけどな。<laughs> ガレージライトさんからね、うん、番組が終わる前にな良さんに奈良漬けをメ、はい、ステージを頂い,いておりますがならない,いやなれへんばさあでは最後に今回の「油揚げのねぎみそ焼き」だって奈良漬けやもん奈良漬け主張してるもんやっぱり。ででも一個目で あんなに嫌いやこれね1個目ちょっとなんか奈良漬け入ってなかったんじゃう向こうからね。なぜさんさすがやなと思ったんですよ「うん?」っていう顔を「でも言うてないしな」って言ってあんなにいつもねそんなにこう材料のとこそんなに聞いてもないししっかり見てもないのに見はったでしょあれ材料あれって。そうだってなんか違うネギの感じじゃなかったよもうかんだ感じが。でも最初はチーズがおらんっていうのだけを言うてはって でもさすがやなやっぱ分かるんやな、うん、嫌いなもんが入ってんねんもうそうかだから美味しくないっていうのは思ったんですねうんそっかほんならまあでも美味し1個目気づけへんかったやん、はい、その味噌多い塩辛いね、はいはい、そう塩辛いだけ多い,い <laughs> そうでもその時にもうちょっと不合格って思ったもん<笑><笑>もう味噌が辛いから<笑>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 ちょっと辛いなと思ったからなら漬け全然好きなようでもう

これであのほんまお湯入れたら味噌汁作れますよねいやそうやねこれほんまこのまお湯に溶かしてんじゃんそうやお美味しいわそれええんじゃん売り出したら商品にして前で。これお湯かけるだけで味噌汁なりますせみたいな今時間に食べてもうたからねちょっとあれやったけどでもお湯で薄めなあかんぐらい濃いってことですけどねただ味は良かったですから味はないよ <laughs> <laughs> ら奈良漬けもありそうからダメでした。うん、ということで今日最後のおいやもうそのね。と、ね、いなもんずっと嫌いからもうこれは仕方がないですね。と,ということで油揚げのねぎ味そ焼きは残念ながらごめんね採用となりました、はい、ただガレージライドさんは前回をね一つ採用されておりますので タ、えーね、タコのバターポンお炒めでしたか、ね、あ絶賛ったね大絶賛のメニューを一つええよ,、はい、うよもうそんな気使遣わんでもガレージライトさんも別に別に奈良漬け食べられなからさいやここでぜひやっぱ奈良漬けは一個も採用されてないですからええねんって嫌いやねんもう、うん、これはもう仕方がないそうやね、うん、でも最初気づかれなかったですだからよういやあれは偏ってた <laughs> こっち側なかった端っこ あと味噌がもう味噌が多すぎる味噌が多ならすけど味見つけれんかったもん <laughs>、はい、ガレディジライドさん <laughs> 本当にありがとうございました <laughs>、えー、たくさんね応募していただきまして皆さん本当にありがとうございました,ました以上ナジャの深夜食堂のコーナーでしたナジャと話そうピンポンピン、えー、このコーナーは私たちとお話ししたいリスナーさんと電話をつないでお話を聞くだけのコーナーです今日電話がつながっているのは 太ももお尻を細くしたくて脂肪吸引をしようか悩んでいるという足立由美さんにのラジオネーム、えー、トンソクガールさんですしもしもーしもしもどうもトンソクさん豚足。ソクガールさんちょっとかわいいですねトンソクガールさん,ルさん, <laughs> ルさんいい名前よね,ね一生懸命考えたんですあそうで今どこで聞いてる？どこで聞いてんのえ <laughs> 家で聞いてます家。いい はい。主人と？あ主人は今仕事です。あそう。はい。ほんならまあ安心して聞けるね。後で聞くって言ってます。ね？あで聞くって。知ってはんねやだから今日出はんの。あそうなんや。あ主人もと音速があるっていう名前はいいなっていう言ってくれてんや。言ってくれます。めっちゃいいよ。なんか最近多いなこういうなんかノロケみたいな。なんかね。そうなんすよ。でなに 脂肪吸引をしようか悩んでんのいやなんか上半身は細いんですよ、うん、で下半身が結構あるから、うん、なんかずっと悩んでるんですけど、うん、でも主人にも言ったら「そんなせんでいいやん」って言うんですけど「うん、それで映画、ね、<laughs> やりたいけど怖いな」とか脂肪吸引は最後の手段やでそうなんです 最後のそれまでにファスティングやったりとか、うん、ランニングとかいろいろやってるんですけど、うん、やっぱダイエットって上からやってるじゃないですか。うん、で、まあ、な,なかなか,下がやせないから悩んでますでもあれやでみんなジェニファー・ロッペスとかもそうやけど下半身大きくしたいって言っててて言トレーニングしてん,ねんでいやなんかあの<ー>プリケツもかっこいいけど。 大変やなって <laughs> あいわゆるなんかこう外国人が好きな体型、ね、色気を感じるいわゆるお尻から太ももかけてがこう、うん、ブリンってある、うん、だから国際的な体型で言うとモテるのよ豚足が、うんうん。で別に下半身だけやったら上半身そんなにやんやったら羨ましい、うん、お腹ほんどは出てないん お腹も出てないし顔もそんなになんですけどええやんかいやなんかでもねずっと悩んでるんですでもなんか脂肪吸引怖いなと思ったら私もね結構調べるんですよ今ね凍らして痩せるやつあるんですよいや私はでもなそれ絶対あれリバウンドせえへんらしいですよもう細胞が吸引じゃん吸引はちょっとほら ね、怖いけど、うん、その部分を脂肪を凍らしたらもう,こういらんもんとして外に退出されて,ても,もうそのまま痩せるんですって私もそれやるのが夢なんですよ、ね、あそういや私せんでええと思うない, <laughs> いいでしょそれ吸引<う>じゃないし。 やりたいけどちょっと吸引やったら怖い人工的な方法やんかまあそうですねそうなるから自然にちょっとわかんないけどその凍らした部分だけがこう流れていてえぐったみたいになりそうな気持ちがならないすよそう原理はよくからでい滑らかになる滑らかになるんですよちょっと石原さんにやってもらってから決めたらじゃあじゃあそうしますお金なんですねお金ちょうだお金ちょうだなんとくらいかなまだ高い 吸院よりはお金安かった。気がすあ、安い。うん、ちょっと私やったら、あの、やりましたって言いますわ。よくなんか骨盤締めてもらったら、ちょっと痩せやすくなる、下半身痩せやすくなるって言いますけどね、なんか整体とか。でも、誰が言うてんねん、痩せんねん。前で。なんかやってみたことはあんの?。痩せようかなと思って。ファスティング。ファスティングをしたぐらい?。パーパーソナルトレーニングとか行ったんです。あ、すごい。 でもなんか筋トレとか家でやるんですけど、うん、合ってるかどうか分からへんくて、うん、結局なんか分からんわーってなって、うん、飽きてやめちゃうんですよ。でもパーソナルは行けばいいやん。ねパーソナルまあ結構値段も高いんですけどねあ,あって誰が嫌って言ってんのほん 豚足があるだけが嫌って言ってんのよ。豚足があるだけが嫌なんです。<laughs> 旦那もそれでいいやって言ってるし。いい旦那はそれでいいって言ってるんですけど。いや、これ多分やけど、旦那。怒るよ。これで細なって、多分。そのお尻が好きなんやと思う、うん、旦那が。えー、絶対。それは言われたことない。いや、いやでも、絶対そうやろう。そうやって。<laughs> じゃ、今日聞いてみます。そう。ですね豚足、うん、好きって。

ジェニファーロペス見たことある。ジェロです。かはい。かっこいいですね。もうあれやで、あなたは。はい。ほんまに。ラジオネーム変えたらいい。そうやね、ほんま、豚足ロペスとね。豚足ロペス。そっちのこ。今でも、もう、百にブリブリの格好してほしいけどな。あ、で、ほんで、全体的に、もう、ほんだ、そのまま頑張って。はい。 全体的にキゅってしまっていったらジェニー・ワ・ロペスになるじゃんその言ったら下半身はまあちょっとだる比べたら大きいけどいだって下半身はダルダルじゃないんやろなんかボーンってあんねやろ言ったら大きいんやろお尻が結構ボーンって出てるんですよねいやいいって、うん、ダルダルじゃないんすね、うん、だ,だって若いもんまだきっとバーバババみたいな体じゃないやろ言ったらはいバー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 みたいな,ない, <laughs> たいわゆるなんかこう用なしみたいなあのー,ー感じより もうももまあまあ張ってる感じですね。いや張りがあんねやろ。張りってそれ。だからジェニファーよりってことでしょう。バーバーより。ロペスやわ。ね。ロペス。なんに羨ましいしかないですね。いやいやいや。入れたら。いやほんまそこの体型をもっと出す服着てもええと思うな。あんで。おそういう服着たことないですね。あそう。え普段どういう格好が。 多いん普段なんかそういう太いあのパンツあるじゃないですか。今流行ってる。ああいうのを履いてる。今今流行りのあのズドンってしたやつですね。ワイドパンツ。ワイドパンツそれ逆やな。そっか。ぎゅってちょっとした方が。チビチのやつ。ゼロゼロの。ゼロで頑張ります。めっちゃかっこよく見えるかも。人間の方が。頑張ります。ほんであのラジカセ肩に抱えて。でやね。 なんか、言ってほしいな。だ分からんけど、<ー>その脂肪吸引みたいなのは、もっと最後の最後でええと思う。うね、今何歳やったっけ。今三十八です。まだ、やわ。<ー>そんな、もっと、<ー>やるとしても、後でええと思うわ。じゃ、あお尻を鍛えることがありますうん、お尻鍛えるのがいいと思うな。はい。私もそう。だから、パーソナルトレーナーに、プリケツにしてくださいって言って。 はい。自に一回でも。はい。頑張ります。うん、それがいいと思います。ジェロガールになります。お、ジェロガールね。はい。豚足ジェロは嫌やった。豚足ロペスは嫌やったみたいな。豚足はもう残さない。いや、ほんまにそれがいいと思うな。でも、あの、その体型をさらけ出すような服着てください。逆にね、そうやったらめっちゃかっこいいと思う。自信持って。はい。うん。 決勝濃い目でお願いします。決勝濃い目で。うん。お願いします、はい。ありがとうございます、はい。じゃあ今度スタジオにも遊びに来てくれるかな。はい行く。ありがとうございました。いいいはい。ありがとうございます。バイバイ。バイさあということで、えー、あそうかもう今日は最終回だから募集がないんだね<ー>これの。そうか。ね豚足ガスありがとう。 以上、ナジャとシャベロウ、ピンポン、ピンのコーナーでした。さあ、メッセージいただいて,ます来てる。はい。はい、ええー、小勝さんからいただいてます。愛知県の方です。ええー、こんばんは。本当に最終回なんですか。三人さんとも最終回ってさらっと言われたので、うん、また毎期恒例の発表なのかなと信じています。フライデーが、うん、フライデーが最終回なんですよね。三人のギャラが高くて、スポンサーがついてこれなくなった、なんてことはないですよね。うん にもかれへんよそれは。否定しない。否定しない。そうなんかもううちらは知らんだけです。金金金っていう言余てはるんか。五本伸びたやつどうせね。また余計。なんだねごまかせたと思うな。さあ、えこちら東京都ラジオネーム雪国さんからいただいてます。え皆さんこんばんは。今日で放送終了なんて本当に悲しいです。MBS ラジオ三月の番組表を確認したところ。 日曜二十五時四十分からの枠が空いてるみたいなので、<laughs> そこで継続してもらえないでしょうか、<laughs> 上泉裕一さんの番組、上泉さんの後の番組の後です。えー、ご検討よろしくお願いしますや。やっぱ上泉さんの後はやっぱり無理。<laughs> ん,あんだけ上手い上手にやる人の後でこんなぐだぐだなんやるとやっぱりなんかこっちが余計にダメに聞こえてくるからダメ。前はでもエナの後でしたよね。そうだった。そうエナーのねー。いや要するにあの一人喋りでラスト終わって。 上手やったやん。めちゃくちゃ上手でしたもう上手な人の、あとはいや。でも二十五時四十分空いてるんですね。空いてるのか。空いてるらしいです。違うやつやろうか。違うやつ。じゃお知らせ、するわじゃ。はい。お知らせがあるんですよ。ここで皆さんに。ええ、ナイターオフ番組の。レッツゴーフライデーは今日で最終回です。さっきから言ってますけど。はしかし。 来月からはいつものパターンとして「レッツゴーサタデー」が月に1回でスタートします。ありがとうございますということで初回は4月の24の土曜日ですのでぜひ皆さん引き続きえ番組聞いてくださいねいということです。お願いろんなコーナーなんかちょっとまた変わる可能性があるみたいはい そこは私もまだ詳しく聞いてませんが、ね、ええー、さあ、劣サタデーとして月に一回はやりますので、ぜひ皆さん聞いてください。あのフォローも外さないでください、いということでございます。エンディングです。じゃ、これが最終回の今からかねえ。そうです、ね、し、すね、あっという間ですね。早かったね。じゃ、なんか、わからんけど、一個も成長してへんなとしらって。ずっと同じ感じでやってるから、うまくも、なるわけでもな <laughs> いや。いやなるほんまに思うわ。 まあでもそういう反省も反省会でやりましょうね。いそうということで YouTube では放送の模様をほぼノーカットでお送りするウェブラジオと放送の反省会を行う動画今日の反省室を配信していますフライデーからサタデーに変わるタイミングの時おととしは石原が厚みを呼び捨てにしたせいで月1回に縮小去年は石原が放送中クソしに行ったせいで月1回に縮小。<laughs> 今回はとうとう何もないけど月1回に縮小となりましたさあおしまいと思いながら収録しますそうやったねそうでしたわだから今回は紫のブラジャーつけて出るって言ったから言ったからだなそれが原因急遽でございますそれで月1回に縮小となり全部石原のそうやざ黒にしといてよかったもんなそうやでということでそういう模様もえ YouTube にアップしますので、えー、アップしましたら Twitter でも告知しますので皆さん是非ご覧くださいねということでございますので「レッツゴーフライデー」は今日で最終回ですけれども是非、はいえー、また来月からは月1回「レッツゴーサタデー」として、えー、新しく生まれ変わりますので「レッツゴーサタデー」になってからちょっと FM 風にちょっとしていこうかなと思っておりますので是非皆さん英語を いっぱい取り入れた感じの放送に <laughs> <laughs> プロデューサーね、まんまるとしてますけど大丈夫でなと思ってますので <laughs> ぜひ、えー、FM 風列号サタデーに期待してくださればと思っておりますということで列号、えー、フライデー長い間聞いてくださってありがとうございました <laughs> 感謝感激雨あられでございますそれでは列号サタデーでお会いしましょう Goodbye。